演武開演。どうも、私のズレズレなる日常演武さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、ファミリーマートの甘辛醤油ダレで合わせたごまコッペ唐揚げマヨを食べたいと思います。前に確か牛肉、カルビ肉のコッペパン見たけど、今回は唐揚げなんですね。で、しかもこれ結構野菜も入ってて豪華な印象です。お味の方はどうなのかな。中身はまあ外から見えてますけど、こんな感じですね。ちょっと お肉見えますか。ちょっと怖いな。お肉もしっかりこういうあたりに入ってますね。で、マヨネーズは上の方に塗られているようです。ではいただきます。マヨネーズと唐揚げって油っぽくないかなとも思ったのですが、食べてみると案外そうでもなかったですね。マヨネーズは意外とあっさりしていて、鶏肉とうまく絡んでパンにもうまく染み込んでとっても美味しかったです。そしてお肉の方もしっかり食感が残っていましたし、ごまの食感も感じることができておしゃれですが、ただタレがちょっとどっかに行ってしまっているような感じがしたのはちょっとだけ残念ですね。が気づかないうちにうまく引き立てていたのかもしれませんが、このマヨネーズだったらもっといろんなものに食べてみたいかな。というわけでこちらも点数とさせていただきます。コッペパンもほんといろいろ出てきてましたね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演武編演、パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。